こんにちは、パーソナルトレーナーのともえです。コメントでリクエストいただいたので、千円賃の部分的にここのコツと、引き手の音に関しての動画を撮りたいと思います。千円賃のここですね、三賃立ち受けからの四股立ちの切り返しなんですけど、私がやってる意識では、三賃から四股に行くので斜め下に一気に落ちるイメージで、真下に落ちるイメージだとちょっとこう奥行きっていうか、前に進む力がちょっと足りないので、斜め前に落ちるようなイメージで、ここから一気にで下がるときは、前足で蹴ってると遅いので、この引き手で体を持ってって回転させてパチンっていくような意識でやっております。つなげてやってみると、ここから斜め下に落ちるっていう感じで、パチンパチン ですぐパンパンって急いでやっちゃうとちょっと決まりが整ってしまうので、自分はこれぐらいこうちょっと止まってから行くようにしています。で、引き手の音に関してなんですけど、昔は結構こう迫力を出すためにわざと鳴らすみたいな、ちょっとこうこういうイメージで鳴らす、バンバンみたいな、ちょっと叩いてこれをこう見えないようにみたいな感じにやってる選手もいたんですけど、今はこう音鳴らすのは NG になってるので、鳴るとしてもこの引き手のこの返しの時にちょっとこうキュッキュッってなるかなみたいな、腰の返しと引き手のここでキュッっていう音が出ると、好意的にじゃないんですけど、キュッってできると音が鳴って迫力が出るかなと思います。はい、で質問いただいたことに関してはこんな感じで、はい、載せてみました。またリクエストありましたら、コメントいただいたら動画にしたいと思いますので、ぜひリクエストください。はい、もしよければ評価ボタンもお願いします。今回の動画は以上です。ありがとうございました。